東京ポート式竹芝は東京都港区海岸一丁目にある複合施設。2020年9月14日に開業した超高層ビル及び同年開業した住宅施設で構成される。事業主体は株式会社アルベログランで。オフィスタワーにはソフトバンクグループ及びソフトバンクが本社を置く。1923年に発生した関東大震災によって陸上の交通網が壊滅すると 大規模な港を持たない東京は救援活動が、はかどらず苦労した。この事態を受け、本格的な港湾の整備が求められるようになり、1925年の日の出埠頭を皮切りに、芝浦埠頭、竹芝埠頭が順次完成し、1941年5月20日、東京港は開港した。竹芝埠頭は完成以来、伊豆諸島などへの定期船の基地として利用され、 周辺の都あり地にはバブル期に前後して都の関連団体である竹芝地域開発によってビルやホテルが建てられ1995年にはゆりかもめ竹芝駅も開業した。しかし浜松町エリアとのつながりを遮る首都高速道路や更新時期を迎えたという施設の集積が町の魅力を低減させていた。このため都は 国家戦略特別区域計画の特定事業における整備方針に基づき、とあり地を70年間定期着地して民間活力を導入し、地域全体を再生しようという都市再生ステップアッププロジェクト事業プロポーザルを行い、2013年に東急不動産鹿島コンソーシアムが事業予定者に選定され、プロジェクトが推進されることになった。 2020年竣工した施設は、旧東京都公文書館、東京都計量検定所、東京都立産業貿易センター浜松町館の跡地に建設された地下2階地上40階建てのオフィスタワーと地上18階建てのレジデンスタワーからなり、浜松町駅から首都高速をまたいで竹芝駅、竹芝ふ頭に至るまでの全長500メートルに及ぶ歩行者デッキも同時に整備された。 浜松町側に位置するオフィスタワーは東急不動産とソフトバンクが人工知能や IoT を活用してビル内外の人流データや環境データを収集、解析し快適な環境整備と効率的なビル管理に役立てるスマートビルとなっている。1階にイベントホールのポートホール、1階から3階に飲食店を中心とする21店舗で構成の 竹芝グルメリウム、2階から5階に、東京都立産業貿易センター浜松長官、8階に、多目的スタジオの、ポートスタジオ及び東急不動産が展開する、会員制シェアオフィス、ビジネスエアポート竹芝並びに、一般社団法人シップ協議会が置かれる。6階にオフィスロビーを廃止、9階から39階を、オフィス都市、ソフトバンクグループ、ソフトバンク、 ホワークジャパンが入居する。低層部には竹芝新発見のテーマの下生物多様性保全に関する様々な取り組みが発想のステップテラスで展開され、緑豊かな賑わいの立体広場が創出されている。高層部ファサードは海に対して大きく開き、旧芝里休温指庭園、浜里休温指庭園に対しては、周辺と調和する横基調の端正なプロポーションとし、 全体を PC 板による門型フレームでデザインすることで、ボリューム感の軽減とシンボルタワーの象徴性を両立している。津波避難ビルでもあるタワーは、東京湾内湾に津波警報が発令された際、2から3階のステップテラスが緊急避難場所として開放され、最大1170人までの避難者を収容する。 完成な海側に配置された倉庫数182個のレジデンス、プレミアムレジデンス、サービスアパートメント、シェアハウスからなる賃貸マンション。1階にライクアカデミーが運営する保育園が入る。海を背に大空にたなびく帆をモチーフにしたクリエイティブセールをコンセプトに、竹芝を国際的で多様な価値観を持つ人々が交流する場所として生まれ変わらせ。 クリエイティブでにぎわいをもたらすことを目指し、外装、インテリア、ランドスケープがデザインされている。竹芝地区開発計画の推進のため東急、不動産及び鹿島建設により設立された事業会社であり、東急不動産ホールディングスの連結主会社。同プロジェクトに伴い、東京都公文書館は、国分寺市泉町に東京都計量検定所は、 高等区審査にそれぞれ移転したが、都立産業貿易センター浜松長官は引き続き、オフィスタワー内に入居という形で当地に再開設されている。ありがとうございます。